洗面台など朝から使えなくなるトイレの排水部も要注意水抜きとは機械や設備などを長期間使用することにより溜まった水を排水する作業のことである。本記事では寒冷地において低温による水道管などの凍結や破損を予防するためにあらかじめ水道管の水を抜いて空にしておく対処の水抜きについて記述する。この作業は地域によっては 水落ちとしとも言う。寒冷地では、冬季において気温の低下に伴い、水道管の凍結による断水や管の破損による漏水などを防止するため、あらかじめ管内の水を抜いておくことにより破損等を防止している。水道管が破損して漏水した際には、自宅のみならず、アパートなどの集合住宅の場合は、開花の部屋にも被害をもたらす場合があり、 自宅の修繕費だけではなく多額の損害賠償を行うこともある。凍結に注意が必要な状況は次の通りである。設置してある水回りの蛇口を閉める。水抜き線を閉める自動水抜き装置の電源を ON にする。蛇口をすべて開け水を出し切る。冷え込みが厳しい、長期不在などの際には、ボイラーや水洗トイレなども水抜きが必要である。トイレは、 周期逆流防止のため、有事構造になっているため、トイレ用の不凍液を充填する。残り蜜が出なくなるのを確認して、蛇口と空気入れ蛇口を全て閉める。給湯設備や、トイレのウォーシュレット等の主電源は切らない。家の電源ブレーカーも落とさない。建物の構造や、電気ヒーターなどにより、凍結対策をとっている場合などにより、水抜き方法や必要がないなど異なる場合もある。 給水開始には、すべての水栓が閉まっているのを確認してから、水抜き栓を開けてから蛇口を使用する。ありがとうございます。